今日はね、倉敷駅前に来てます。完全に路地裏な感じで、来たわけなんですけど、まあ、いろんなねお店屋さんがありますね。飲食店、たこ焼き屋さんですね。まあ、平日なんですけど、まあ、いい感じで落ち着いた雰囲気で、ちょっと商店街かな。もう昔ながらのね、商店ということで、もう戦後ねこの辺とか露店だったそうです。いろんな市場が立ち並んで、商店街周辺はね、居酒屋さんというか、まあ、ご飯屋さんが本当に多くて、まあ、昼前というよりかは夜の方が活気があるのかなという、感じなんですけども、今日はですね、まあ、この鶴形商店街からちょっと離れた場所にある銭湯ですかね、そこを行こうかなと思うんですけど、まあ、以前もねご紹介したんですけど、まあ、この際ね改めて、行こうかなということで今日は行ってみようかなと思います。ちょっとね道が分かりにくい可能性もあるので、 URL 概要欄に載せてます、住所の方。はい、というわけで今日のお店がこちらになります。まあ一旦電源をね切ってるんですけど、というわけで今日はねこちらのお店に行こうかなと思います。よいしょ。はい、よいしょ。お、どれにしようかな、ちょっと空いてる。特徴的なのが、ね、開けると広告が貼ってあります。いろんな広告が、いいですね。昔ながらのこの浴槽でございます。ちょっとね営業が終わった後に特別に、開けてもらっているの でこのオーケーね、ケロリンね、そう昔よくありましたけども、懐かしのね銭湯ということで、こんな感じでね、立派な、
天井とこの絵が富士山、日本一富士山で、まあ、あの本当に、ね、広告が至る所にあるということで、当時やっぱりそのテレビとかねあんまり普及してなかった時代 なのでやはりこういうところで宣伝していたのかなと、がっつりね、はい、よし、もうこの、あとは完全に貸し切りになるので、よいしょ、ああちょうどいい温度ですね、よし、めちゃめちゃ時間過ぎてごめんなさい、なんかわざわざ開けてもらって、はい、ありがとうございます。ツイッターまた見てますんで、頑張ってください。失礼します。よし。終わりました。というわけでね、今回のスピチューブは終わろうかなと思います。いろいろとね、その経営が、ね、難しい中なんですけど、こうして昔ながらの銭湯が続いているということで、創業が大正の初めぐらいだったかな、おそらく、まあ、そんな感じだったと思います、また次回もいろいろ巡っていこうかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。